皆さんこんにちは。今日もイタリア在住主婦がおしゃべりをしていろいろな情報を皆さんと共有したいと思います。で、前回の動画でアカウント名についてのお話をしたんですけど、その動画のコメントをつけるときに、今までアカウント名が表示されていたのが、勝手にアットマークから始まるアルファベットと数字の羅列の表示に変わってしまったということなんですね。これがハンドル名というものをことになっているんですけど、このハンドル名はアルファベットと数字だけしか使えなくて、でそれを何も変更しないと、今まで日本語名のアカウントだった人がアットマークユーザー、それでその後わけわからないローマ字の羅列になってしまって、とっても違和感があるような表記になってしまったので、皆さんにぜひ変更をお願いしたんですね。なのでこの点は引き続きお願いしたいんですけど、やり方がわからない方は前回の動画で説明していますので、ご覧ください。でフィードバックもぜひよろしくお願いします。ということで、またもしも YouTube が変更してくれないとしたら、またこのアルファベットの表記のユーザー名で続けていくしかないので、それでもコミュニティを皆さんで強めて頑張っていきましょう。やつらに負けないように頑張っていきましょう。で今日は前々回の、ね、動画でアルバニアについてのお話ししたんですけど、なのでこれもまだご覧になっていない方はぜひご覧いただきたいんですけど、その動画の中では、一般的なバカンスとしてのアルバニアはどうだったかっていうお話をしたんですけど、今回まだ話していなかったことでちょっと興味深いことがあるので、今日はそのお話をしようと思いました。でまずアルバニアに向かう飛行機で、主人がね、窓際の席に座っていたんですけど、その飛行機雲が突然見え始めたんですね。それで携帯でその様子を撮影したんですよ。でその一瞬なのでね、飛行機に乗ってる間にこのすれ違う期間っていうのは一瞬なので、その機会を逃さなかった時だけの映像なんですけど、それ今お見せしますね。これなんですけどね、これすごくよく見えますよね。ものすごく飛行機雲が長く伸びて、あと全然消えないという様子が見えると思います。これはイタリアの上空を飛んでいる時だったんですけど、こういうことが何回かあったんですね。でちょっと撮影することができなかったんですけど、私も見てびっくりしてしまったのは、一瞬ね、こういう飛行機雲がもう本当に格子状にもう何本もこう重なっている場所なんかがあったんですよ。なので、これは初めて見る光景でした。すごいなと思いました。で、アルバニアに近づいてからは、このような光景は一切見られませんでした。なので、これはイタリアの上空を飛んでいる時の、映像なんですね。なので、私、この飛行機雲は、ケムトレイルだと思っているので、その話は、何度もしてるんですけど、この映像を見ていただいても、明らかに普通の飛行機雲ではないと思いますし、あと、格子状にすごいもう、こういう、なんていうのかな、上下少し、工程が違うような感じで、格子状になっている部分が、一瞬なんですけど、通り過ぎて、私も肉眼で見ることができたんですね。それ写真撮影できなかったので、残念なんですけど、すごい光景に出くわしたなって思ってたんですよ。で、アルバニアについて、それでアルバニアのについてのお話は前回の動画でお話ししたので、ぜひご覧いただきたいんですけど、アルバニアについてから飛行機雲に全く出くわしませんでした。なんかね、空が今まで昔見ていたような真っ青な澄み切った青というか、そういう感じだったんですよ。なので、これ本当に印象的でした。やっぱりアルバニアはNATO に加盟してるっていうお話はしたんですけど、おそらく米軍基地はないようなんですよね。調べてみたら米軍基地はないのか、あってももうごくわずかしかないはずなんですよ。
EU 連盟にも加盟していないし、まあ、その国としても本当に、まあ、発展途上国の方に入ると思うんですけど、まあ、イタリアとは随分、ね、状況が違うと思うんですよね。なのであのデジタル化も全然していなかったっていうお話はしたんですけど、まあ、あの Wi-Fi とかの環境はすごい整ってますよ。インターネットとかの環境はすごい整ってるんですけど、あのそのそれ以外のデジタル環境は全然なくてびっくりしたっていうお話したんですけど、あの空もね、あのイタリアの30年前の空のような感じ、日本でも30年前、私が小さな頃はあの大体澄み切った青空だったような記憶があるんですけど、そういう空を久しぶりに見た気が しました。でアルバニアに滞在した期間中、飛行機雲は一本も見ませんでした。で時々あの2日か3日ぐらい、ちょっと夕方になってから少しだけ雲が出てきて、あの一瞬曇るような時はあったんですけど、あのそのなんていうのかな、イタリアの、あのイタリアでしょっちゅう見られるような、ちょっとなんかもう空に霧がかかったような、空っていうのは全然、見られなくって、なんかその点もね、皆さんとまあこういうおしゃべりで共有したいなって思いました。でそれからもう一つ、あのすごくあのイタリアとの違いとして気になったのが、あの蚊がいなかったんですよね。ほとんどアルバニアで全然蚊がいなくて、まあ、それはあのその場所とか、あとそのいろいろな状況、例えばその蚊の退治をしていた場所にいたのかもしれないっていうのもあるかもしれないんですけど、私あのイタリアの同じ海の近くに住んでるんですけど、すごく蚊が多いんですね。なのでイタリアに帰ってきてからも刺されまくってるんですけど、アルバニアではほとんど蚊に刺されなかったんですよ。その代わりあのハエとかあのハチとかスズメバチのようなものはたくさんいました。でも全く蚊がいなかったのがとても印象に残っています。それからやっぱり空気もね、あの違うなって思ったんですよ。あのアルバニアとイタリアの気候とか気温はほとんど同じなのに、まあこれは主人も言ってることなんですけど、アルバニアにいた頃はなんかあんまり眠くならなかったよねっていう話をしていて、確かにあのあんまり眠くなったりだるくなったりすることがなかったんですね。ところがイタリアに帰ってきてから、あのその目がかゆいっていうのがありますよね。私も割と目が敏感なんですけど、あの主人もね、あのイタリアに帰ってきてから目やにが出るって盛んに言ってるんですね。でそのやっぱりこうイタリアに帰ってきてから、やっぱり空はあの、まあ、晴れてるんですけどね、最近はずっと、でもなんかこう霧がかかったような、なんていうのかな、すっきりした青空ではなくて少しもやがかかったようなあの青空だったりするんですよ。であのすごく 眠気がきて、で目がかゆいっていうのがあって、まあ、これはひょっとしたら植物の関係かもしれないですけど、植物の何かのアレルギーかもしれないですけど、まあ、あのそのやっぱりね、あの一気に飛行機雲をあんなにたくさん見て何か巻いてるのかなっていう、それと関連づけてしまうようなところもあって、やっぱりちょっとそういうふうになんか目がかゆくなったりとか、だるくなったり眠くなったりするような何らかの物質があのイタリアにには充満してるのかもしれないなんてね、想像してしまいました。それからもう一つ皆さんと今日共有したいなって思った話題は、あの最近の、 あの訃報なんです。でこれあの旅行の出発前に突然聞いた話で、大輝もすごくがっかりしてしまった話なんですけど、あの大輝のダンス教師をしていたというか、あのそのワークショップであの何度もレッスンを受けたことのあるダンス教師、41歳のダンス教師が突然死してしまいました。その方はね、ルイジ・スワンっていう方で、あのイタリア の、あの、そのストリートダンス界ではあのすごく有名な人なんですね。あのポッピングっていうあのジャンルの教師をしていて、そのジャンルではイタリアではあの知らない人はいないっていうぐらい、あのイタリアで、まあ、最も成功しているダンサーだったんですよ。でその方がね、突然死しちゃったんですよ、41歳で。その知らせを6月の18日だったかな、その知らせをあのバカンスに出発するあの直前に聞いたんですね。
それで本当にねびっくりしてしまいました。なのでその大輝の仲間の間では、まあ大輝の友達、大輝のダンス仲間はほとんどそのスワンのレッスンを受けたことがあって、私たちもねよく知っていて、なぜかというとこのルイジ・スワンってね、スワンって言われてるんですけど、大輝が15歳ぐらいの時も私たちねワークショップを受けさせたことがあるんですね。ローマで、まあ、1ヶ月に1回だったかな、全部で5回ぐらいのレッスンで1ヶ月1回のレッスンを、普段受けているレッスンとは別に受けさせたことがあって、でなのでまあ私たちも知り合いになった人なんですね。で大輝はなので時々その彼のワークショップ、そのレッスンを受けていたりだとか、あと今はその、レッスンをする他にいろんなコンテストだとかバトルのなんか大会のジャッジをしていた人なんですよ。なので大輝もその亡くなる1ヶ月ぐらい前にナポリで参加したバトルでジャッジをしていたので、それが終わった後になんか少しアドバイスしてくれたなんていう話をしていたんですね。で私たちもその確か4月になんていうのかな、クルーグループのグループで参加するダンスコンテストのジャッジをしていたんですけど、その大会ローマであったので、その時にもジャッジをしていて、そのジャッジショーケースなんかもしていて踊ってくれて、私たちも1ヶ月ぐらい前に見てるんですよね。で元気そうだったんですよ。もちろん問題は全くなかったようで、で突然ね亡くなってしまったらしいんですよ。それで本当に残念な思いでした。で大輝、もちろん大輝の友達なんかはもうみんな知っているので、まあそのいろいろ SNS で、まあ彼との思い出のビデオなんかが一斉に共有されて、すごくその間ずっとそのスワンの話題で持ちきりでした。でこれねちょっと本当に不思議な話なんですけど、その彼の訃報を聞いたのが6月の18日だったんですよ。でね、私後から思って、あ不思議だなって、不思議ななんかの知らせだったのかななんて後から思ったことがあるんですけど、それはね私たちの住んでいるこのマンションの下に川が流れてるんですけど、そこにその前日に白鳥、スワンって白鳥ですよね、白鳥がどこかからやってきたんですね。白鳥の親子が、白鳥が来たのは初めてで、すごくまあ私たちすごい高層階で、まあ、9階からこう見下ろす形なんですけど、望遠レンズでビデオを撮って、でその様子をメンバーさんに配信したんですね。まあ、なんか私もその白鳥を見れたのが嬉しくって、まあこんな感じの、こんな感じのね、これ実際はビデオでメンバーさんに送ったんですけど、こういう白鳥、すごい美しい白鳥と、ここには4匹の子供ですよね、4羽の子供がいますよね。で実際その後5羽だったことが発覚したんですけど、美しいですよね。それで感動してビデオにしたんですよ。でその時はもちろんその彼のスワンの訃報のことなんて全く思いもよらなかったんですけど、考えてみたらその次の日にその訃報があったんですね。でそれだけではなくて、なんとねそのアルバニアで、まあ、アパートを借りたんですけどね、そのアパートの中にそのアパートの居間に絵が描けてあったんですけど、その絵がなんと白鳥が描いてある絵だったんですよ。その時はまあこんなことをビデオで話題にしようと思っていなかったので、写真も撮っていないんですけど、はぁ、あ、チャオチャオ、二人の日焼けした姿を見たいっていうご要望があったので、ついでに今このちょっとカメラの前に来てもらいました。これ今話してる途中に何度もね妨害されて途中で話を打ち切ることになったんですけど、ついでにと思ってカメラに出てもらいました。
チャオチャオ。で、バッテリービーやペロウナーティモで、なので、話をちょっと早めに打ち切ろうと思うんですけど、ということで、とても残念な話なんですけど、その訃報を聞いた次の日に出発して、アルバニアのアパートに着いたら、またスワンって白鳥の絵が飾ってあったんですね。なので、なんかすごい偶然だなって思いました。で、まあこういう不思議なことってね、あるんだなって思いました。なので、その亡くなる前日か当日かわからないですけど、その時に白鳥がうちの近くにやってきたのは、ひょっとしたら何かの知らせだったのかななんてね、勝手に結びつけて考えてしまいました。ということで、まあこれは本当に雑談なんですけど、まあ人の死にまつわる話って結構不思議なことが多くって、まあこのこともちょっとお話ししたいなって思いました。自分にとっては、その普段は白鳥に、ここにね、白鳥が来ることなんて今までなかったし、今まで白鳥の絵がどこかの家に飾ってあることも見たことがなかったのに、今回に限ってそういう偶然が重なったということで、不思議なことってあるもんだなって思いました。ということで、今日はこの話を皆さんと共有したいと思ったんですけど、まあ実際に共有したいお話っていうのは、そういうふうに今イタリアで若い人の突然死がすごく増えているということです。で、まあこれ原因は皆さんご想像にお任せします。私のチャンネルをずっと前から見ていただいている方は、まあ、すぐに分かる話だと思うんですけど、 YouTube では決してはっきりと言えないことです。なので、まあこれからまだまだパンデミックをまた企画しているようですけど、まあ、またこの話は別の機会にお話しすることにして、そういうね、日本でもすごく超過死亡が増えていて、日本でも突然死が増えているっていう話はよく聞いているんですけど、イタリアでも特に若年層の突然死が増えていて、私がよく見ている裏メディアなので、その YouTube チャンネルで、反グローバリズムの YouTube チャンネルでは盛んにその話題がされています。もちろん原因は何かというのは YouTube でははっきり言えないけれども、突然死が増加しているという事実は本当にはっきりした現象になっています。ということで、今日はちょっとその暗い話題も含めてだったんですけど、それにまつわる不思議な話なんかも皆さんと共有したいなと思いました。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。